今まで一緒にやってきた選手も何人かいたので、そういう人とかね、まあ初対面でもデカとかもね気さくに話しかけてくれましたし、まあすごく入りやすい雰囲気を作ってくれたと思いますね。明るいです。喋りやすいですし、物知りだから誰とでもいろんな話ができるのかなというふうに思います。変なのじゃ喋ることないです。そこ使っといて、変なのじゃ喋ることがない。キャンプから帰って1ヶ月くらいなんで、ご飯行く機会とかも限られてますけど、まあ何人か何回かは行ってますし、まあいろんな話もできているので、純粋にみんながご飯食べるのも楽しんで、まあ、そういう機会増えていけばいいなと思います。その人の性格が分かってれば、どういう同じ声をかけるでも同じ内容でも声のかけ方を変えたりとかした方が受け取りやすいだろうし、自分のことを、まあ、置いといてチームのためにチームのことを考えたり、発言したりしてくれてるのがすごく頼り、誰とでも積極的にコミュニケーション取れるし、まあ、チームにとって欠かせない存在だと思います。まあ、やっぱコミュニケーション取れないとなかなか勝てはしないと思いますし、だから少しの差で順位が変わってくる場合はやっぱコミュニケーション取れて、内容が取れてる方がいいのかなと思います。小さい子が大好きだったジュビロが常に優勝争いしてたチームなので、そういうチームの一員になれるように努力していければいいと思います。